アウグスト・フェルスターは、ドイツのピアノ製造会社である。正式名称は、オーガスト・フォスター・ GMBH、カンスト・ハンド・アーク・リッカー・フリューゲル・ウント・ピアノ・バウ。フォスターや時折、フォースターとも翻訳される。現在は40名の従業員を雇用し、年間およそ120台のグランドピアノと150台のアップライトピアノを生産している。1859年4月1日。 アウグスト・フェルスターはドイツ・レーバウに小さなピアノ工房を開いた。1862年にはレーバウの屋根通りに工場を拡大した。今日まで使用されているこの施設はフェルスター家によって拡大、近代化されてきており、オリジナルのアウグスト・フェルスターピアノの製造のための唯一の場所であり続けている。1897年、セーザル・フェルスターは父、 アウグストの後を継いで会社の経営者となり1900年にボヘミアのゲオルクスバルデに二つ目の工場を開いた。フランツ・セザール・フェルスターはオーストリア・ハンガリー帝国帝室、王室御用達を与えられた。ビリング・フォスター・ピアノ1937年、フェルスター社は最初の電気ピアノの一つであるビリング・フォスター・ピアノを製造した。このピアノは ベルリン工科大学ハインリヒ振動研究所のオスカー、ビリングによって開発され、電磁ピックアップを使用している。第二次世界大戦後、ゲオルクスバルテのドイツ系住民は排斥され、1945年にゲオルクスバルテ工場は国営化された。新しい国家管理の下で質の高い多くのピアノが生産されたが、1945年以降のチェコ製ピアノは、 ドイツのアウグストフェルスターピアノとは無関係である。このもう一方のアウグストフェルスターは2000年までペトルフ社によってチェコ共和国で生産されカナダや一部の欧州の国々で販売された。1972年東ドイツの国営化の最終段階で会社は国有ベーブ・フラゲルーンとピアノ・バウリーブオに変わった。まだウォルフガング・フェルスターの管理下にあったものの フェルスター社は、ベーブ、ドイツピアノ組合ライプツヒの一部として併合された。加盟は1976年に公式の会社名に戻り、楽器ブランドは、ベーブ・フォスター・ピアノ・スリーブをとなった。また1976年に、フェルスター社はアメリカ合衆国への輸出を始めた。多くの巧妙な音楽家が、ドイツ製、フェルスター・ピアノを好んできた。その中には、 リハルト・シュトラウスやセルゲイ・プロコフィエフがおり、どちらもフェルスターピアノを所有していた。また、ジャコモ・プッチーにはフェルスターピアノを使って数多くのオペラを書いた。ロバート・フィッシャー、アレックス・デューク、アントン・クエルティもまたフェルスターピアノを好んでいたことが記されている。フェルスターピアノは品質と音色によって1987年の バリー・ハング・デア・ゴールド・ミデール・フィワ・デン・ローカ・コフラゲルを含む多くの賞を受賞してきた。ラリー・ファインのザ・ピアノ・ブックにおいてドイツ製アウグスト・フェルスター・ピアノは性能、品質管理、信頼性の部門で最も高い評価を受けた。高品質性能ピアノのカテゴリーで、ファインは現代のアウグスト・フェルスター・ピアノをシーベヒ・シュタインやグロトリアン・シュタインベーク、 ベーゼンドルファーといった国際的に評判の高い楽器のすぐ下に順位付けした。加えて、ファインは現代フェルスターピアノをその卓越した低音について賞賛し、またレンナー社製アクションの際だった反動の速さについても研究した。アウグスト・フェルスターピアノは映画戦場のピアニストに登場した楽器として世界中の観客によって見られた。ありがとうございます。